オットー・ワンツの妖精で、剣道、か、真となるが、自分でもか、真の点の意味がわからず、後に改名した。ベスト・オブ・スーパージュニアで優勝し、優勝賞金500万円を、当時紛争状態にあったコソボに寄付した。タイトル奪取時にたびたび、トロフィーを破壊したり、認定証を破り捨てる。剣道、家臣曰く、長田に足りないのは顔だけ。